近藤千尋は、日本の女性ファッションモデル。エージアプロモーション所属。本名、大田千尋。新新中学校、高等学校では、ハンドベル部に6年間在籍。杉山女学園大学出身。大学時代に、栄 TA ローに TA ローガールとして出演。その後、2010年代前半にかけ人気モデルとして、主に、 名古屋をはじめとした東海地域を中心に活躍した。この頃、東京ではにわかに名古屋城と呼ばれる名古屋のファッションスタイルが注目され始めており、多くの同年代モデルとともにその先駆けとして、名古屋で数々のファッション雑誌を彩り、名古屋城という言葉を全国区に押し上げ、中でも雑誌、東海スパイガールにいて、現在、 クラッシー、モデルを務める入江しおりと共に、当時の名古屋県で絶大な人気を博したことで間もなくして、名古屋城は一つのファッションスタイルとしての地位を確立するに至った。すぐに人気は全国区となり、S カワイでは7年9ヶ月ぶりの単独表紙を務めた。同じくカバーガールを務めた同志特別編集シリーズが累計約60万部を突破した。 現在は、雑誌モデルやバラエティ番組等、さらに活躍の場を広げている。2015年9月5日、お笑いトリオのジャングルポケットの太田博久と結婚。2017年5月4日、第一子となる女児を出産した。2017年8月7日発売の9月号を、もって、S カワイを卒業する。2019年6月3日、ツイッターで、 第二子妊娠を公表。10月31日、第二子女児を出産。ありがとうございます。